こんにちは、ホームレスの陽平です。今日はですね、リクエストをいただいておりましたデジタルホームレス版バーベキューをお届けします。僕のバーベキューに欠かせない10品っていうのをランキング形式でお届けします。さあ、それではランキング10位からということで、第10位はマグロの釜焼きでございます。それ時間もかかるので別日に焼いてます。そちらの映像をどうぞご覧ください。お願いします。よいしょ。ドーン。皮側はもうどうせ食べないので、ジューッと。うまそう。超うまい。それから第9位、第8位同時にいきましょうか。第9位は椎茸です。第8位は厚揚げです。椎茸はですね、石突きをちょっと残す程度で切ります。僕はこう切り込み両側に入れて、あとは手でこうちぎっちゃいます。で、椎茸焼くときにですね、片面焼きっていうのがまあバーベキューで一般的だと思うんですけども、傘側を下にして焼くと、そうすると肉汁がこの傘の中のところにじゅわーっと染み出てきて、肉汁を逃さず食べれるっていうのが椎茸のバーベキューの一般的な方法かと思うんですけども、それにさらに一手間加えます。椎茸とかってこうツルツルしてるものは塩味つけようと思った時に塩が乗りにくいんですよね。そういった時はこれ日本酒です。まあ霧吹きなんかがあれば霧吹きに日本酒入れて吹きかけたりするんですけども、まあなかなか家庭で日本酒の霧吹きって用意されてないと思うので、日本酒をこうですね、たっぷり染み込ませて、で塩を振ってやると。そうするとですね、濡らしてない状態だと塩がつきにくかったんですけども、これでしっかり塩を つけることができますので、でこの状態で必ず傘側から置きます。はい。そして第8位が厚揚げですね。僕このシリーズが好きなんですけども、相模屋さんの、絹厚揚げ、とろーり食感っていうやつともっちり食感っていうやつがあります。僕はこっちのとろーり食感が好きですね。これはもうドーンとドーンと、これで OK です。中に椎茸の旨味の汁が溜まってきました。こういい感じでポジション変えながら焼いてくださいね。それでは椎茸いただきます。見てください、これ汁が中に入ってるの分かります？これが美味しいんですよね。わ、最高。塩味がしっかり入ってて、でお酒も含ませたことによって椎茸の旨味がより一層引き出されてるんですけども、醤油派っていう方もいらっしゃると思うので、そういった場合はですね、塩少し少なめにしといて醤油を 2,3 滴垂らすと、これもまた美味しいんですよね。
このぐらいの焼き色ですかね。見えますか。うん、最高で、洋風でいきたいっていう場合はですね、こうエキストラバージンオイルちょっと垂らすだけで洋風になります。これもう塩とオリーブオイルだけなんで。うわ、美味しそう。塩ベースにしとくと和にも洋にもいけるのがいいですよね。それでは第8位の厚揚げがそろそろいいんじゃないかと思います。よいしょ。あちちちち、あーいい色ですね。よいしょ。あーあー、これめっちゃいい色。うまそう。見えるところに動かして、こちらで仕上げていきたいと思います。このバーベキューの厚揚げっていうのがものすごい美味しいんですよ。炭でこう焼き色がついた感じが。で、この上に大根おろしと生姜をのせて、で醤油をかけるんですけども、これ欠かせないやつです。鬼おろし。この鬼おろしで大根をおろすと水分が出ずにですね、すごい大きな粗い粒の大根おろしができるんですよね。これをのせて、うまそう。ビーちゃん大丈夫？生姜をたっぷりのせてお醤油いきます。ちょっとね、わざとこの下なんかに垂らすといい焦げたお醤油の香りが上がってきて、これもまた最高なんですよね。よいしょ。うまそう。これ絶対やけどするやつですけど、いっちゃいましょうか。さあ、誰が何と言おうと絶対おいしいやつです。最高。さあ、そして第7位がこちら、長芋です。間違えた、これ長芋じゃねえや。あれ、形が一緒だった。第7位こちら、長芋です。長芋はですね、ちょっと厚めに、これどのぐらいかな、8ミリぐらいですかね。8ミリぐらいで、あまりバーベキューで長芋するっていう人いないと思うんですけど、僕はこの長芋結構な確率でバーベキューの時は用意しますね。あ、これ焼き色いいですよ。これなんかほら美味しそう。さあ、第8位の厚揚げも多分そろそろいいと思います。あたたたたたたた、事故る事故る。焼けてるやつはこう重ねていきます。で、焼けてないやつをですね、どんどん内側に持ってきて、もうちょっとってやつは外側に、こうやってフォーメーションチェンジをしていきます。で、焼けてる、焼けてない、焼けてる、焼けてない。さあ、山芋半分ぐらいはもういいかな。はい、これはですね、僕の好きな食べ方は、焼いた後に醤油を表面に塗って、でそれを最後にこう炙って食べるっていう方法なんですけども、これですね、ヘラとかでいち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 塗ってたら洗い物も増えるし、めんどくさいじゃないですか。そういう時にはですね、僕はタワー醤油ってこれ呼んでるんですけども、こうタワー状に、山芋を並べて、他の食材でもいいですけども、
上からこうかけるんですよ、醤油を。そうするとですね、こう上から伝ってゆっくりと下まで行くと。でこうなじませてやると醤油を。で最後にこのように醤油を炙るように焼けば、醤油の香りが立ってより一層食欲をそそります。いただきます。あ、うまい。やべ、これめっちゃ美味しそう。最高。ただいま第7位の長芋をいただいております。7位でこれだけうまいからね第6位は牛もも肉です。これは結構いろんな人がバーベキューの時に塊肉を焼くっていうのでやってるかと思うんですけども、僕のアレンジは最後の味付けが決め手なんですよ。まずはですね、焼く前にお肉を常温に戻して、ちょっとしっかりめに塩を振ってあげます。油で落ちちゃうんで。でブラックペッパーですね。油と一緒にね、この塩コショウが落ちちゃうんで、結構しっかりめにやっても大丈夫です。はい。でこれで塩をなじませるために5分ぐらい置いときます。5分経ったら教えてください。さあお肉いきましょうか。しっかり温かいのを確認して、よいしょ。お肉の焼き方はこれ4面あるじゃないですか。これを、結構強い火で焼き色をしっかりつけて、側面も焼き色をしっかりつけて、でその焼いた時間と同じ時間だけ、アルミホイルに包んで、弱火のところでゆっくりと火を入れると。それがお肉の焼き方なんですけども、その後です。僕がこだわってるのは、うん、お肉いい感じですね。このぐらいの焼き色で4面焼いていきます。うん、ちょっとまだここでもちょっと熱いんで、こうしましょうか。こうしとくと、うん、いい具合だと思います。そろそろお肉もいいと思うので、指で押した時に跳ね返るような弾力、これがお肉が焼けてる証拠です。もういい感じですね。わかります？こう弾き返すような弾力で、ちょっとこう冷めてるようだったら最後この火の上で温めてあげてください。でこのお肉に合わせるのが、こちらです。黒胡椒の生のやつです。カンボジア産の黒胡椒ってすごい有名で、で生の黒胡椒っていうのが、まあ、ネットでも多分買えるんですけど売ってるので、これぜひお肉に合わせて食べてみてください。めちゃめちゃ美味しいです。でこの黒胡椒をお肉の上に、まあ、1粒か2粒ずつのせてあげる感じです。見た目にもおしゃれな感じの、まあ、気分でこうオイルなんかかけてもいいですね。さあいただきましょう。カンボジア生黒胡椒の、牛もも肉です。うまい。第5位長ネギ。これ僕がすごく好きな
メニューの一つなんですけど、はい、長ネギです。これはですね、オイル、エクストラバージンじゃなくてピュアオイルがいいです。ピュアオイルを長ネギに絡めて、そしてですね、塩、はい、これだけで OK です。これがめちゃめちゃ美味しいんですよ。オイル絡めることによって長ネギの旨味がギュッとこのネギの中に閉じ込められるので、これも外せない一品ですね、僕のバーベキューでは。でネギはですね、焼き色ついたら、しっかりこう焼き色つけたら、あとは遠火でじっくりと中まで火を通していきます。外これ焼けてるように見えても中がこう辛かったりするので。さあ第5位の長ネギです。これね、中がちょっと緑の部分なんですけど、本当はもっと根に近い、白い部分、中まで白い部分を使った方が美味しくできます。めっちゃ美味しい。長ネギはやっぱり塩とオリーブだけが一番いいですね。玉ねぎは大きいのだと2時間ぐらいかかっちゃうので、小ぶりなものが、まあ、バーベキューの時にはいいかもしれないですね。アルミホイルに巻いて、もうこの中に入れちゃいます。はい、これもそろそろいいと思います。こう触ってですね、かなり柔らかくなってるので、この触り心地で火が入ってるか入ってないか見極めます。それではオープン。あー、いい感じですね。あ、焦げちゃった焦げちゃった。ちょっと外側だけ剥いで中吸出します。ごめんなさい、焦げちゃいました。農家さんすいません。見てください、このトロトロの玉ねぎ、いただきます。溶ける、うまい。中がジューシーになるので、これ玉ねぎ小籠包っていう風に呼んでます。ちょっと塩かけたりしてもいいんですけども、でもこれだけの玉、これだけあの味付けずに 玉ねぎの甘みだけで食べるっていうのはすごいいいですね。うん、とろとろ玉ねぎ、うん、最高。こちら飽和塩水です。飽和塩水っていうのは、水にもうこれ以上塩が溶けない状態にしたすごく濃い、塩水のことなんですけども、ここに卵を入れます。で、味の好みによるんですけども、10分から15分ですね、置いときます。10分経ったら教えて。卵が10分経ちました。飽和塩水から出したこの卵、これはですね、ちょっと遠火でじっくり焼いていきます。このね、卵は結構遠火でじっくり火入れないといけないんで、あんまりね、熱すぎるとダメなんですよね。さあ、それでは第3位の焼き卵、そろそろいいんじゃないでしょうか。遠火で卵に火を加えることによって、水分を飛ばしながら火を、熱を加えていくんですね。そうすることで、旨味がギュッとこの卵の中に凝縮された、そんな、調理法になります。僕は卵を食べるの、これが一番美味しい方法だと思ってるんですよね。で、食べ頃はですね、汗をかいてくるんですよ。これ今あの、もう
塩の結晶がここにありますけども、中の水分が飛ぶときに卵の周りにびっしり汗をかいてきます。でその汗が出なくなったときに中にもう火が入ってるっていう証拠なので、で初めに飽和塩水につけてるので、この卵の中にですねもう塩気は入ってるんですよ。だから塩をつける必要もないです。あ、もうちょっとだったかな。でも半熟具合がめちゃめちゃうまそうです。あ、ちぎれちゃった。ほら、わかります？いただきます。これゆで卵好きな人はぜひ試してみてください、バーベキューで。それでは第1位と第2位同時にいっちゃいましょう。第2位はズッキーニ、そして第1位は手羽わさびでございます。はい、これこの間から何度も登場している高知県南国市の島崎さんの土佐次郎の手羽なんですけども、これにですねわさびを1個あたりこのぐらいの量ですかね、かなりしっかりつけてやります。あ、でわさびがですねすごい好きな人はこれ事前にこうかのこに、包丁をちょっと入れといて、このわさびをより染み込ませたりすると美味しいですね。僕は生わさびがすごい好きでですね、このチューブわさびってまあちょっとどちらかというと苦手なんですけども、この手羽わさびに関してはこの料理だけは絶対にこのチューブわさびじゃないとダメなんですよ。しっかりと練り込みながらマリネしていきます。さあこんな感じでしっかり手羽先にわさびをつけて皮目から焼いていきます。ズッキーニってあまりバーベキューのイメージないと思うんですけど、もう野菜の中だったらこれダントツ美味しいですね、バーベキューで使うと。ズッキーニもさっきの山芋と同じく厚めに切っていくんですけども、山芋よりもさらに分厚く 1.3 センチぐらいの厚さですかね。これは分厚い方が美味しいです。よし、でボウルにズッキーニを入れまして、オリーブオイル、ピュアオイルがいいです、これかなりたっぷりと。そして塩、それからブラックペッパー、ついてない面がないようにして全体にこのオイルを染み込ませるような感じでマリネします。落ちた。はい、これでちょっとだけ置いておきましょう。うん、あーいい感じですね。うん、さっきも言ったようにわさびが好きな人はですねこうかのこに包丁を入れて でここに間に入り込むようにわさびを入れてあげるとすごく美味しいです。こんだけ塗ったら辛いんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、こう炙ることによってわさびの辛みが飛んでですね、これって結構塩が入ってるんですよ。だからわさびの風味とそれから
塩味だけが残ってものすごく美味しい手羽先になります。刺身とかだともうこういうチューブわさびって使いたくないんですけど、これに関してはもうチューブわさびじゃないとダメです。それでは手羽わさびいただきます。手羽わさびです。うん、あんなにわさびつけたのに全然辛くないんですよ。辛みは熱で飛んで、で風味だけ残って、あとはチューブに塩が結構含まれているので塩味的にもバッチリですね。あんぐらい入れて、これ島崎さんのところのすげえ美味しい鶏なんですけども、スーパーの鶏でやっても全然美味しいので、でご家庭でこの手羽わさびする場合はですね、わさびをたっぷりのわさびをオリーブオイルに溶かして、で、ちょっと切れ目を入れた手羽先にですね塗ってオーブンなんかで焼いたりすると全然家でも美味しく作れます。ちょっとズッキーニ間に合わないかもしれないな。第2ズッキーニもしかしたら電池の関係で取れないかもしれないですけども、これもものすごく美味しいです。ぜひですねデジタルホームレス版バーベキュー試してみてください。よし、なんとか電池間に合いました。ズッキーニいただきます。はあ、赤い赤い、うん、最高です。ゲロンだったったゲロンデー。でも止まらない、失格してたらわからないのがあればどうにかなるようになる。